いや今日もでかいの行きたいね。よし。あ、母さん、これは僕がやるからお客さんの方やっててよ。そうかい。じゃあ頼むね。よっしゃ。どうもすいません。すぐに用意しますから。船わかりますし、私たちだけで行ってますよ。そうですか。すいません。磯目。はい。タックル箱。はい。じゃあそれ頼むよ。うん。いいのやってんだ。ノリ。はい、私も見たい。わかった。相川とノリミツ。あと誰だ？私も。オッケー。あと一人、誰でもいいんだけど。ね、幕の内くんも行こうよ。え？僕も行っていいの？遠慮すんなよ。クラス替えしたばっかで、みんなよく知らねえ同士なんだからさ。そっか。じゃあ、今日夜釣りの仕事入ってたんだ。どうしたの？ごめん。うち釣り船屋やってて、母さん一人だから今夜も手伝わなくちゃ。そう、残念ね。また誘ってよ。相川さん、早く行こう。はーい。あいつこないだも断ったんだぜ。開けるよな。そういえば、こないだ柄の悪い人たちに絡まれてたみたい。いじめられやすいタイプなんてねえの？せっかく誘ってもらったのに、どうして僕ってこう、要領悪いのかな。もっと積極的にしないとダメなのかな。でもうちの仕事放っておくなんて絶対できないしな。おい、一歩。ん？ユー。あ、梅沢くん。どうぞ。なんか臭くねえか。あー、そうっすね。匂いますね。え、なんだろう。あ、てめえがミミズくせんだよ。わかんねえのか。毎日ミミズいじくってから体に染みついてんだよ。すいません。でもうちの商売道具だから仕方ないですよ。うんざりするんだよ。てめえが来ると学校中ミミズ臭くなっからよ。ミミズじゃなくてイソメなんだけどな。あっ、偉そうに文句されてんじゃねえぞ、これ。なんで殴るの、梅沢君。弱い者いじめして楽しいの？息子がこんだけくせえってことは、てめえのおふくろもさぞかし匂うんだろうな。くっ。あ？なんだその目は。いや。ちっ、たまには根性見せてみろってんだよ。ああ。
ひでえな、こりゃ。あ、強そうに見えねえんだけどな、こんな奴ら。なんだおめえは。意気があるんじゃねえよ、バカ。何？意気がってんな、どっちだこら。なった扇風機か、己らは。少しくらいすばしっこいからっていい気になって。意気がってるのは俺か、てめえらか。覚えてやがれ。すごい。おい、これ起きろ、起きろってば。おい、気がつきましたよ。ん？おい、大丈夫か？はい。ここは初めてか、ボクシングジムは。ボクシングジム？ああ、ここなら治療器具が揃ってるからよ。ありがとうございました。本当にありがとうございました。もういいよ、気がついたんならとっとと帰んな。俺は弱い者いじめなんぞするやつはでっきれいだがな、やられっぱなしでだんまり決め込むやつにも虫ずが走るんだよ。てめえのおふくろもさぞかし匂うんだろうな。お邪魔しました。ちょっと待て、ほら。ったく、泣くほど悔しいんだったら待ってろ、面白いことやらしてやっから。よし、これをあいつらだと思ってぶん殴ってみろ。似てんな。すべこべ言わねえでやってみろ、スカッとするからよ。はい。それじゃあ、こんな感じかな。悔しかったら思いっきり行け、思いっきり。はい。何怒鳴ってんですか先輩。うるせえ、なんでもねえ。思いっきり。それだよ、その気合いだよ。ほれ、痛そうな面になってきたろ。もっと踏み込みを強くしてみろ。踏み込みですか。踏み込んだ瞬間、腰をグイッと入れる。肩も内側にひねり込むようにだ。はい、踏み込み、腰、肩、よし。
見たか、あいつの手皮がつるむけてたぞ。ハードパンチャー特有の、まさかあいつが。サンドバッグって硬いんですね。よしっと。なんですかそれは。お前見た目の割にはいい肉のつき方してんじゃないか。なんかスポーツやってんのか。いや、家の手伝いが忙しくてクラブとかやったことないんですよ。うちが釣り船屋だから朝も早いですし。何にしろ思ったよりパンチのセンスはあるみてえだな。試しに今度あいつらぶん殴ってみろよ。とんでもない。そんなことしたら逆にコテンパンですよ。やってみなきゃわからんだろうが。さっきのお前のパンチ食らったら普通のやつはまず立ってらんねえぞ。そんな殴り合いなんか一度もしたことないし、それにさっきみたいにいつもいじめられっぱなしだし。何もしなきゃいつまで経っても今のままだぞ。え、お前それでいいのか。いや、いいわけじゃ。と、時間だ。それじゃな。え、どこへ。ロードワークだよ、ロードワーク。世界タイトル KO 集見てみな。ちっとはスッキリするぜ。返すのはいつでもいいからよ。それでは皆さん、船の方までご案内します。ただいま。遅くなってごめん。ああ、お帰り。あれ、どうしたの、そんなに怪我して。え、いや、あんた家の手伝いばっかりしてるから友達できなくていじめられてやしないかい。そんなことないよ。すぐ手伝うね。おいおい、氷が入ってるのにそんなに持つのかい。さあ皆さんこちらです。足元気をつけてください。揺れますよ。今日の潮はいいと聞いてます。大量ですよきっと。いつも手伝わせてごめんね。え、でもあんたまだ高校生なんだから、家のことは母さんに任せて自分の好きなことやってていいんだからね。うん。いってらっしゃい。ごめん、謝らなくちゃいけないのは僕の方だよ。てめえのお袋もさぞかし匂うんだろうな。僕がもっと強ければ。こんなに強いって、こんなに強いってどんな気持ちだろう。
遅刻遅刻。幕の内、幕の内、ルーキーク、ルーキーク、ドラゴンスクリア。ドラゴン危ないよ。じゃ4の字に行きたいところ。ヘッドまた格闘技かなんだかやってる。私嫌いだな、男ってさ。なんであんな汗臭いの好きなんだろう。ボクシングとかなんか暗そうだしね。言えてる言えてる。ボクシングをバカにしちゃいけないよ。バックドロップ全然持ち上がってない。いや思わず。お前か。ビデオ見たか。見ました。何度も巻き直してありがとうございました、高村さん。なんで俺の名前知ってんだよ。これ、ああすごいんですね、プロの新人王だなんて。道理で強いはずだよな。かっちょええ俺様がかっちょええのは当たり前だがな。サインなら後だ、ジムに来たら書いてやるよ。僕にもできないかな、ボクシング。うん、僕もボクシングやってみたいな。は？いや、僕もボクサーになってみたいなと思って。おめえみたいな軟弱にボクサーは向かねえよ。そうだな、なんだったらダイエットとかのやつだったら紹介してやってもいいぜ。どうだ。そういうんじゃないんです。あ？プロボクサーになりたいんです。強くなって試合とかしてみたいんです。高村さんもセンスあるって言ってくれたし。なめんじゃねえぞ。え？簡単な思いつきでプロボクサーになろうなんて言われちゃ困るんだよ。思いつきじゃないです、真剣に考えて。てめえみたいにいつもコテンパンにいじめられてるやつに務まるほど甘い世界じゃねえんだよ。真剣に考えたんです、本気でボクシングやろうって決心したんです。僕も強くなりたい、高村さんみたいに生まれ変わりたいんです。高村さん、強いって何なんですか？強いってどんな気持ちなんですか？分かったよ。あ、来い。俺様みたいになりたいだと？よく見てろ。あ、
落ち着きな。これをやってみな。僕が？俺ができたらボクシングを教えてやるよ。僕がこんなことを？ボクサーが最初に習い身につけなければならないボクシングの基本、距離を測り壁となり攻撃の糸口となる、速く鋭く、諦めない、諦めないぞ。僕は掴んでみせる。絶対に生まれ変わるんだ。次回、努力の成果。